欢迎来到 Language Tales。 今天要介绍日本的谚语，猫の手も借りたい。猫の手も借りたい，这个意思是说，非常忙的时候，我希望也可以借到猫咪的手。猫咪的手根本就不好用，这猫咪只会打扰你而已。可是我忙到猫咪的手都想要借呢的时候，就会说猫の手も借りたい。这样会这样用啊，忙しい。猫の手も借りたい。あ、今日は仕事があるし、料理も作らないといけないし、猫の手も借りたい。わあ、お風呂も入らないといけないし、あ、掃除もしなくちゃいけないし、猫の手も借りたい。はい、と言います。会这样子用。大家会用了吗？今天影片到这里为止哦。以后会慢慢上传一些免费的教学影片，欢迎有兴趣的同学来订阅我们的 Language Tales。 下次见哦，拜拜。